おはようございます。今日はバニバニが外で焼いてたので、私もこのバックヤードで、はい、じゃあ焼き終わったので今から中に入っていきたいと思います。 Can I go inside? 今日はもう焼いたのでタイ料理を食べに行って、でラスティーズマーケットに行きたいと思います。その前に、何を忘れたかというと、サングラスを忘れました。サングラスを忘れたらマジで生きていかれる。これが私の家です。はい、無事サングラスも装備できたということで、今日も TFN が届いてるかどうかをチェックします。まだ届いてないですね。なんでやろう。今日天気よ、すごい、めっちゃいい感じみたい。はい、始まりました。まあ、昨日のブログがちょっと何もしてなかったので、今日はシティに出かけたいと思います。すごく景色が良いですね。今からバス停に向かって、バス停に着いたらちょっと友達にでも電話をしようかなと思います。電話して聞いてほしいことがあると言ってたので、このなんか紫の花かわいい、見えるかな。これが私がいつも座っている誰もいないバス停ですね。はい、じゃあバス停に着いたので、ちょっと今日はコインの紹介でもしていこうかなと思います。まあ、こんな感じでコインがあるんですけど、このちっちゃい金色の2って書いてるのが2ドルになります。で、そのもうちょっと大きい金色で1って書いてるのが1ドルになります。はい、で次、めっちゃ大きくてかっこいいんですけど、こんなカクカクしたの50って書いてるのが50セントですね。で次、この20って書いてるのが20セントになります。もうちょっとちっちゃいコインもあると思うねんけど、それ私今ないので、またできたら紹介したいと思います。で往復はシティまでやったら、6ドルで行けるので、往復だけじゃなくてそれ何回も使えるっていうのがいいところですよね。でまあ6ドル持ってバスを待ちたいと思います。はい、乗ろうと思ったらやっぱりまた違うって言われました。スウェーデンに行くらしいですので、もうちょっと待ちたいと思います。来た待とうと思ったら来ましたね。はい、眩しいけど、このバスです。めっちゃ安い。The research。 帰りここも寄ってみましょう。この紫の見えるかなに行きます。なんかここが美味しいっぽいので楽しみ。True time。 ランチスペシャルとかディナーとかがあり、こんな感じ。私はこのガパオライスを注文したいと思います。
ました。ガパオライス。はい、結局 The Shack Shop で買ったのは 1.5 ドルの水とあとネイルを買いました。グリーンビーンズかな、押してる。今からラッシーズマーケットに向かいたいと思います。歩いていくのでちょっと時間かかりますが、ジミーズです。着きました、ラッシーズ。ネギでも買うか。なったらみんな締め出すんかな。おー、かわいい。ここはコーヒーが飲もうとしてたコーヒーショップですね。着きました。人多いな今日。結構いろんな人が焼いてますね。ちなみに海はこんな感じ。海っていう海じゃないなって感じですね。で、ここがかの有名なラグーンですね。見る？このなんていうんやろ、変な形の魚が有名です。めっちゃ良くない？これ無料で入れるって。前寝てたところが立ち入り禁止になってる。何だろう。Okay, so now I'm going home. Finally.バイバイ。今日は暑すぎたのでマンゴーフラッペをここで飲みました。
私がやっぱ勝ったらその後どんどん人が来ますね。はい、招き猫です。パンゴフランペゲットしました。タピオカを入れてもらいました。なんとタダでトッピングできました。はい、帰ってきました。よしって感じで、あれがあの無料のエスポーナードですね。バーニー、シッシッシェイク、グリーン。I'll give this to you. Ready?Goodbye! That's how.